皆さんこんばんは。おすずの恐怖部屋の案内人、すずです。今回は、怖い話、厳選5話をお届けします。皆さん最後まで、お楽しみください。俺が体験した、シャレにならない夢の話。夢の中で、俺は葬式の招待の手紙を受け取った。それが誰の葬式かわからないが、とりあえず行ってみることにした。その家に行ってみると、俺と同じく招待された人が、家の前に一列に並んでいる。なぜこんなに並んでいるのかと、先頭を見ると、なんと家の前に、改札口があるではないか。皆一様に、その改札口に、招待状の手紙を入れて通過し、家の中へと入っていく。改札口の隣には、その家のものと思われる、黒い服を着た、長い髪の女性が立っていて、改札口を通過する人たちに向かって、お辞儀をしながら、ありがとうございます、と繰り返している。いよいよ俺の番が来て、みんなと同じように、改札口に招待状の手紙を入れた。いきなり改札口が閉まって、焦る俺。すると、隣にいた女性が、俺の腕をガシッと掴んできて、俺を睨みつけた。その女性の目は、人間の目ではなく、蛇のような目をしていた。ひるむ俺に、その女はすごい形相で、口を開いた。やっと見つけた。ここで俺は飛び起きたんだけど、心臓はもうバクバク状態。話はここで終わりだけど、幽霊をよく見るという友人に、この話を俺の部屋で聞いてもらった時、ちょっと怖がらせてやろうと思って。そんで起きた時、ふと隣を見ると、その女が立ってたんだよ。と冗談を言ってみた。するとその友人は、真剣な表情で、俺の部屋の隅を指さしてこう言ったんだ。わかってるよ。今もそいつ、あそこでお前のことを見てるもん。ある家族がいた。その家族は、祖父、祖母、父、母、子、という家族構成だった。ある日、祖父が死んだ。焼く時には、三途の川の渡し賃、木門を一緒に入れるのが習わしだが、現代そんなものは手に入らない。だから日本円で、数万円を入れて焼く。しかし、この祖母はがめつかった。死んだ奴のために金を焼くだなんてもったいない。そう言って、家族の反対を押し切り、棺桶からお金を奪い取った。子は大人が騒いでる中、静かにお小遣いの200円を棺桶に入れた。そして、祖父は焼かれた。その夜子は夢を見た。祖父が船に乗り、お前のおかげで乗ることができた。ありがとう。と、祖父は言っていた。時が経ち、祖母が死んだ。祖母は死ぬ前にこう言った。タンスにへそくりがある。私のお金だ。一緒に持っていく。棺桶に入れてくれ。と、祖母の葬式も、いよいよ最後の時が来た。焼く時だ。係の人に呼ばれ、親戚一同最後の別れと、棺桶を開けられる。死んだ奴のために、金を焼くだなんて、もったいないんだよね、ばあちゃん。子はそう言いお金をすべて取った。子はその夜、夢を見た。川を流されていく、祖母の姿を。ある日、一人暮らしをした A さんが、仕事を終えて帰宅すると、部屋に違和感を感じました。部屋を見渡すと、出した記憶のない食器が机の上にあったり、テレビのリモコンの位置が変わっていたりなど、明らかに誰かが部屋に入った痕跡がありました。A さんが恋人に連絡をして、今日私の部屋に来た?と確認しましたが、恋人は、今日は行ってないよ。と言います。事情を聞いた恋人は、すぐに A さんの元へ来てくれ、警察にも連絡してくれました。警察が来て、部屋を調べたところ、物が盗まれたり、壊されたりなどした形跡はありませんでした。しかし、部屋を調べた警察の人たちは、集まって何やら話し始めます。しばらくすると、A さんに、ここで本当に生活されているのですか?と質問されました。A さんは質問の意味がわかりませんでしたが、2年ほど住んでいます。と答えました。その言葉を聞いた警察から、家電や家具はありますが、部屋からは、指紋や髪の毛などが一切なくて、人が生活している痕跡がないのですが、
と言われたそうです。この言葉を聞いた A さんは、自分が本当に実在する人間であるか不安を感じてしまいました。ベッドの下に幽霊がいたとか、そういう話って多いよな。でも、あながち嘘じゃないのかもな。これは友人から聞いた話なんだが、引っ越しの時にベッドを解体して運ぶことになって、ベッドの床板を外したらしいんだけど、その板の裏にぐにゃぐにゃした気持ちの悪い文字で、わけのわからないことがたくさん書かれていたらしい。もちろん、ベッドの裏に何かを書いたことなんてないし、ベッドは新品で買って、組み立てた時は何も書いてなかった。友人は気持ち悪くなって、ベッドを買い替えたらしいんだけど、一体何者が書いたのだろうか。それを聞いてから、僕は怖くて、ベッドの床板は未だに確認できていない。母校の中学校の近くに、結構築年数の経ってそうなボロアパートがあったんだけど、俺が実家を出て上京している間に何があったのか廃墟になっていた。どうやら誰も住んでいないらしいんだけど、帰省中にふと廃墟アパートのベランダに洗濯物が干してあるのに気がついた。家に帰ってそのことを家族に話したんだけど、反応はあんまなかったから、俺は誰か住んでるんじゃないですかとアパートの所有者に連絡したんだ。おせっかいだけど。そしたら今から見に行くってことになって、俺も一緒に同行した。所有者のおじさんと俺と地元の友人3人でその部屋に入った。幸い鍵は閉まってなくて、部屋の中には誰もいなかった。誰かが住んでいたような感じもしない。ベランダには黄色いバスタオルと白い靴下が干されていた。なんだよ、いたずらかと笑いながらバスタオルを取り込むと、友人がいきなり、うぅと大声を出した。タオルを見ると、裏側にびっしりと焦げ茶色の何かがついていた。それはよく見たら、赤黒く血であることが確認できた。ずいぶん時間が経っているような。三人とも何も言わず黙り込んだ。本当に全身鳥肌が止まらなかった。今回は、怖い話、厳選5話をお届けしました。皆さんはどのお話が一番ゾクッとしましたか？コメント欄で教えてくださいね。この動画がいいなと思った方は、高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。